은혜 받으신 하나님 말씀은 요한계시록 1장 19절에서 2장 7절입니다. 聖書を拝読します。 黙示録 1-19 から 2-7 です。7までです。そこであなたの見たこと、今あること、この後に起こることを書き記せ、私の右の手の中に見えた7つの星と7つの金の燭台についてその秘められた意味を言えば、7つの星は7つの教会の御使いたち、7つの燭台は7つの教会である。エペソにある教会の御使いに書き送れ、右手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩く方が言われる、私はあなたの行いとあなたの労苦と認定を知っている。またあなたが悪い者たちを我慢することができず、人と自称しているが実はそうでない者たちを試してその偽りを見抜いたことを知っている。私あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れたことがなかった。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出して悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところにいてあなたの燭台をその置かれたところから取り外してしまおう。しかしあなたにはそのこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいる。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者に私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせよう。アーメン。道会長先生がヨハネの黙示録公開エペソ教会1回目のメッセージを映像で伝えてくださいます。愛する聖徒の皆さん、全世界と全国の司教会と司聖殿の聖徒の皆さん、全世界でインターネットを通して礼拝を捧げているすべての聖徒の皆さん、視聴者の皆さん、七つの教会は主の皆によってこの地上に建てられたすべての諸教会を代表するものであり、七つの教会にくださった御言葉はすなわち終わりの裁きの日にすべての諸教会を裁く基準になるのです。主はこのように重要な御言葉の前に、まず今日の本文黙示録 1-19 から20で、そこであなたの見たこと、今あること、この後に起こることを書き記せ、私の右の手の中に見えた7つの星と7つの金の燭台についてその秘められた意味を言えば、7つの星は7つの教会の御使いたち、7つの燭台は7つの教会であると言われています。主はヨハネにあなたの見たことと言われましたが、これは今ヨハネが幻の中で見ていること、つまり黙示録一章の内容を意味しています。その中でもヨハネは今特別に主の見姿を見ているので、あなたの見たこととはもう少し正確に言えばまさに主イエス・キリストを意味します。またヨハネはイエス様の弟子としてイエス様と3年間共にいながら多くのことを見ました。その時見て聞いて教えられたすべてのことが皆あなたの見たことにあたり、ヨハネはその時見たことがあったので主についてより完全に書き記すことができたのです。次に今あることとは今からくださる七つの教会についての御言葉です。しかし広い意味で今あることとは、主がよみがえって天に上げられた後から今までにあった出来事、すなわち現在起こっているすべてのことまでも意味しています。なぜでしょうか。黙示録に3章に出てくる七つの教会についての御言葉は単にその当時にあった七つの教会にだけ当てはまる御言葉ではなく、今現在までこの地上に存在している、そして将来主が再び来られる時まで存在するようになるすべての諸教会に当てはまる御言葉だと言いました。したがって七つの教会に当てはまる今あることは結局今までどの時代にも存在し現在も存在しているすべての諸教会にあったことだということです。最後にこの後に起こることとは、まだ成就していないけれど将来必ず起こる出来事、すなわち主の空中再臨と7年観難、千年王国、白い御座の大審判、そして最後にはすべての人々が天国と地獄に分けられるようになる、このすべての出来事を言うのです。
まさに黙示録4章から22章までの内容のことです。主はこのように将来起こる出来事をヨハネにあらかじめ見せてくださりながら書き記せと言っておられます。それと同時に七つの星と七つの燭台が何を意味するのかを教えてくださいます。七つの星とは七つの教会の御使いたち、つまり教会を治めるしもべを意味し、七つの燭台とは七つの教会を意味しているのです。ところでこのような七つの星と七つの金の燭台が主の右の手の中にあるとあります。これは主が力で支えておられる教会と主のしもべを意味していると言いました。神様の前にふさわしく、神様が共におられる教会と諸の主のしもべは、神様が力ある御腕で支えておられます。まさにこのような教会と主のしもべを神様は望んでおられるのです。彼らを通して神様の御心を述べ伝え、また栄光をお受けになるのです。愛する聖徒の皆さん、この地上に数多くの教会としもべたちがいても、主ご自身が力で支えておられる教会と主のしもべが誠の主の教会であり主のしもべだと言えます。そしてこのように主が支えておられる教会としもべは主が共におられるので、このような教会としもべを裁いたり非難したりすることは、すなわち主を裁いて非難することになります。しかも主が支えておられるしもべは、その口の教えがすなわち主の御言葉であり真理であり、それがまさに公義の物差しになります。神様はご自分が保証しておられるしもべを通して御心を正確に述べ伝えるようになさいますが、このように伝えられた御言葉が結局終わりの日に裁きの基準になるのです。今日この地上に数多くの教会があり、それぞれに神様の御言葉を述べ伝えるしもべがいますが、彼らの教えが皆真理なのではありません。ただ神様が認めて守ってくださる誠のしもべを通して伝えられた御言葉であってこそ、それが誠に神様の御心であり正確な裁きの基準になれるのです。またすべての諸教会が皆救いの箱舟としての使命を果たすのではなく、主が支えて共におられる教会であってこそ、さらにこの終わりの時に救いの箱舟としての使命を果たすことができます。上辺では主の皆によって建てられた教会でも、いざというと主が共にいることがおできにならない教会がいくらでもあるからなのです。したがって終わりの裁きの日には、皆さんがこの地上でどう信仰生活をしたのかが、皆さん個人の裁きの尺度になるだけでなく、どの教会に属していたのかも裁きの尺度になるということです。もちろん救いはあくまでも神様と皆さん個人の関係で決定されることですが、生徒がどんな教会に属して信仰生活をして、どんな種のしもべに頭として使えたのかということが、結局彼らの個人的な信仰にとても重要な影響を与えるからです。例えばある人が真理をよく知らない状態で通っている教会の種のしもべが他の教会や主のしもべを裁いて罪に定めるのを聞いたとき、自分もその通りに裁いて罪に定めてしまう場合があります。このような場合は、たとえ何かの悪意があってそうしたのではなかったとしても、終わりの裁きの日にその行いについて決してただ見過ごされることではありません。何かの悪意があったのではなかったとしても、神様がご覧になるときは悪いことなのです。聖書では確かに神様が裁いてはならない、罪に定めてはならない、神様だけが心をご覧になるなど数えきれないほど教えてくださったからです。それなのに自分が知らなくてそうしたと言えるでしょうか。御言葉にあるのにそれに聞き従わないで御言葉を踏みにじってしまったのではありませんか。
自分の目で見たり本人に聞いたのでもないのに、人の話だけ聞いて裁いて罪に定めてもいけないし、神様は敵をも愛しなさいと教えてくださったのに、敵でもない人を憎んで倒そうとしてそしったりするなら、それをどうして悪いと言わないでしょうか。心の良い人なら、自分が見て聞いたことではないことについてそのように裁いて罪に定めたりもしなかったでしょうが、たとえ真に全く知らない初心の者の時そうしたとしても、その後いくらでも自分の過ちを悟って立ち返り悔い改める機会があったからなのです。信仰生活をしながらだんだん真理を知るようになると、以前の自分の言葉と行いが大変悪いものだったということが当然悟れるでしょう。その時でも以前の過ちを悔い改めればいいのに、そうでなく最後まで悔い改めないまま終わりの裁きの日に白い御座の前に立つようになったなら、その時は単に以前私は真理をよく知らなかったのでそうしましたという一言で見逃されるのではないのです。皆さん、罪には2つの種類がありますね。死に至る罪があって、死に至らない罪があると聖書に記されているでしょう。それで死に至る罪は絶対に犯してはならないと私が繰り返し強調しながら、死に至る罪とは何か聖書の御言葉で教えて、そんな罪を犯してはならないと言ったのです。では死に至らない罪は裁かれないでしょう、ないのでしょうか。必ず裁かれます。ならどうすれば裁かれないでしょうか。悔い改めて立ち返れば裁かれないのです。悔い改めれば神様が東が西から遠く離れているようにして思い出しもしないと言われました。しかし悔い改めなかったことは必ず裁きの日に裁かれるのです。だから私は繰り返し罪を犯す人に必ず悔い改めて立ち返らなければならないと言うのです。でも悔い改めないで罪をたくさん積んでいく人がいるのです。マタイ 12-36 に、私はあなた方にこう言いましょう、人はその口にするあらゆる無駄な言葉について、大したことでないと思う言葉でも、その口にするあらゆる無駄な言葉について裁きの日には言い開きをしなければならないとある御言葉のように、必ず言い開きをするようになるのです。ですからこの地上で信仰生活をしている間、どの教会に属して信仰生活をして、どんな主のしもべを頭として教えを受けるのかということが、どれほど重要なのかを悟らなければなりません。生徒が罪を犯して罪を積んでも、それを悟らせて捨てるようにしないし、指摘しないなら、裁きの日にどうするでしょうか。ことごとく裁かれるのに、その選択の遺憾によって魂に幸いを得て、より素晴らしい天国に激しく攻めて入っていくこともでき、反対に盲人の手引きについていて一緒に穴に落ち込むこともあるからです。生徒の皆さん、信仰とは第2テモテ 2-5 に、また教義をする時も規定に従って教義をしなければ栄冠を得ることはできませんとあるように、あくまでも個人的なものであり、終わりの日の裁きも個人的になされますが、団体点あるいは団体教義というものもあるように、信仰にあってもそれと似たものがあります。皆さんがどんな教会で信仰生活をして、誰がその頭だったのかということが、皆さん個人の裁きにおいても物差しになるということです。終わりの裁きの日には、個人だけでなく教会に対する裁きもありますが、この時皆さんの属していた教会が神様の前にどんな評価を受けるのかによって、皆さんにとって得になることもあり、その反対になることもあるのです。イエス・キリストの御名によって建てられた教会なら、当然御言葉に従って裁きがあるようになります。その裁きの基準となる御言葉が、まさに七つの教会にくださった御言葉なのです。また教会の頭となった主のしもべなら、
その人は自分の個人的な信仰に対する裁きはもちろん、頭である牧者としての裁きも受けるようになります。主の御名によって委ねられた教会と羊の群れを果たしてどう治めたのかによって厳正な裁きがあります。イエス・キリストの御名によって建てられた教会の頭として、当然主の御心に従って教会と羊の群れを治めるべきですが、もしそうでなかったなら、その人に望む裁きに耐えることは優しくないということです。しかもイエス・キリストの御名によって建てた教会が神様の栄光を遮り人々を欺いたなら、正確な公義に従って必ず裁かれるようになります。適当に大まかに裁きがなされるのではなく、神様の御言葉に照らしてとても正確で明らかに裁きがなされるのです。信仰生活をいい加減にしてはいけないのです。旧約と新約にある御言葉をよく考えてみてください。最後の一礼蓋を支払うまではそこから出られないし、口にした言葉は一つも地に落ちないし、必ず裁かれるのです。それを恐れずに信仰生活をするなら、神様を侮ることではありませんか。神様の御名を御たりに唱えるでしょうし、つまり神の御名を借りて、あるいは主の御名を借りて、主のお告げだとか御たりに言う人がいるじゃないですか。それがひどくなればサタンに囚われて偽りを平気で言うようになるのです。御言葉には必ず印が伴わなければなりません。それが確かなものだという証が、神様が共におられてお言葉をくださったという確かな印もないのに、神のお告げだ、啓示をいただいたとか言ってはいけないのです。印が伴わなければ信じられる証拠が。それでヤコブ 3-1 で使徒パウロは、私の兄弟たち多くの者が教師になってはいけません。ご承知のように私たち教師は格別厳しい裁きを受けるのですと言っているのです。教師になるなら正しい教師にならなければ、緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴うのにふさわしい教師と主のしもべにならなければならないのです。でも未だに肉に属するものを捨てないで、それが好きで追い求めていながら、生徒の前では御言葉通りに行きなさい、祈りなさいと教えるなら、生徒がどうして従うでしょうか。マタイ 18-6 には、しかし私を信じるこの小さい者たちの一人でもつまつきを与えるようなものは、大きい石臼を首にかけられて湖の深みで溺れ死んだ方がましですとありますが、まして教会の頭となって多くの生徒まで一緒に死の道へ導いたなら、その裁きの刑罰がどんなに大きいでしょうか。反対に頭である主のしもべとして自分に委ねられた羊の群れを緑の牧場と憩いの水のほとりに伴い、結局より素晴らしい天国に導いていったなら、その人には驚くべき報いと栄冠が与えられます。主の右の手の中に見えた7つの星と7つの金の燭台について、その秘められた意味を言えばという御言葉には、このようないろいろな意味が込められているのです。それでは今からは本格的に7つの教会についての御言葉を調べてみます。生徒の皆さん、7つの教会にくださる御言葉の中には、新旧約にある御言葉を総合して、果たしてどんな教会が主に称賛され、反対にどんな教会が主に非難されているのかがよく込められています。そしてこの御言葉をよく聞くと、今自分の教会がどの部類に属しているのか悟れます。また7つの教会についての御言葉は、神様を信じるすべての生徒個人の信仰の状態をチェックして、信仰を正しく立てるために必要な信仰生活の道しるべと言えるでしょう。皆さんが教会に通いながら正しい信仰生活をしているのか、正しく教えて生徒を正しく導いているのか、また正しく養われているのかを全部チェックできるのです。
しかし主がこのように七つの教会についての御言葉を通して、いくら称賛される教会になる道を明らかに示してくださったとしても、皆さんが自分でどんな選択をするかによって結果は全然違うこともあるのです。したがって皆さんはこれから伝えられる御言葉をよく聞いて、まことに心に勝てとしますように。主が非難された内容の中に、ひょっとして個人的に自分にも当てはまるものはないかを顧みて、発見されるものがあれば、これ以上遅らせず、直ちに立ち返り、御言葉通りに行うことによって、この機会が皆さんの信仰を確実に岩の上に立てる祝福の時間になりますように。またこの御言葉を聞くすべての教会と主のしもべも、終わりの日には必ず教会とその教会の頭に対する正確な裁きがあることを悟り、その日主の御前に称賛される教会と主のしもべに完全に変えられて出てきますよう、主の皆によって祈ります。主のしもべの皆さんが間違って教えた時、生徒がつまずいて信仰が弱くなって恵みを保てなくなるなら、それに応じて必ず裁きの日には裁かれるのではありませんか。だから身を慎んで主のしもべとして、働き人としての使命を果たさなければ、何としてでも生徒が魂に幸いを得ているように、信仰と命を得て恵みに満たされて天国を激しく攻めていて、新しいエルサレムに必ず入るように導く主のしもべにならなければならないのです。緑の牧場にふさせ、憩いの道のほとりに伴うのにふさわしい主のしもべにならなければ、この教会に来ると生徒がどう変えられるでしょうか。この教会に出会わなかったならとっくに離婚しているし、家庭は壊れてしまっていただろうとか、この教会に出会わなかったなら自殺してしただろうという方が意外と多くいます。しかしこの命の教会に出会ったから変えられて、癒されて、家族を伝道して幸せな夫婦家庭になったのではありませんか。このようにすべての聖徒を緑の牧場と憩いの道のほとりに導く主のしもべと働き人にならなければならないのです。神の言葉には、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通す権威と力があるのです。それをもって変えさせて、天国新しいエルサレムを目指して激しく攻めていくように導くべきではありませんか。聖徒の皆さん、本文黙示録 2-1 にエペソにある教会の御使いに書き送れ、右手に七つの星を持つ方、七つの金の燭台の間を歩く方が言われるとあります。ここでエペソにある教会の御使いとは、エペソにある教会を治めている牧者を意味します。そしてエペソニアル教会の御使いに手紙を送ったお方はまさに主です。ところで主について、右手に七つの星を持つ方、七つの金の燭台の間を歩く方と表現しています。これは前にも言いましたが、簡単に言って主の皆によって立てられて、主ご自身が力で支えておられる教会と主のしもべたちが、まさに正確な講義の物差しとなるという意味です。したがって終わりの日に主の御名によって建てられた諸教会と主の御名によって行ったというすべてのことに対して、公義によって裁きがなされる時、主が建てて支えてくださった教会と主のしもべたちが裁きの基準になるということです。したがって主の右手に持たれた七つの教会とは、最初に建てられた初代教会から始まって、やがて主が再臨なさる時までに建てられるすべての教会の中で、主の御前にふさわしい教会を総称するのです。このような教会は神の御言葉の中で生きていくので、いつも聖霊に満たされていて、愛があふれ、神様が共におられる御業が現れます。
この地上に存在するすべての教会がまさにこのような教会になるべきだし、教会を担当する頭である主のしもべもやはり主の力ある右手に持たれていなければなりません。主人である父なる神様ご自身が司って導いていかれる、そんなしもべにならなければならないのです。そしてこのように神様が認められるしもべになると、その人は神様が盾となってくださるのです。それでもしこのような主のしもべをそしったり、正しい正しくないと言って裁くなら、それはすなわち私たちの主に対してしたことになるのです。また主が七つの金の燭台の間を歩くとありますが、七つの金の燭台とは七つの教会であり、燭台の中にあるろうそくとは聖徒を意味しています。ろうそくに火が灯ることによって、暗闇を照らすように神様を信じる聖徒たちの集まりである教会が聖霊に満たされて真理の中で生きていくとき、光を放つようになります。誠の信仰を所有した聖徒なら、御言葉通りに光の中で生きていくことで、このような聖徒たちが集まっている教会を通して数多くの人が闇から光へと出てきて救われるのです。主はこのような教会を探すために、今も燃える炎のような御目でくまなく雪を巡り、すべての教会をご覧になっておられるのです。愛する聖徒の皆さん、七つの教会にくださった御言葉は時間と空間を超えてこの地上に存在しているすべての教会に当てはまるので、七つの教会それぞれにあたるモデルを今ある教会の中から見つけることができます。それでは今日ある教会の中でエペソ教会に当てはまるモデルはどの教会でしょうか。今から本文を一つ一つ調べてみるとき、果たしてどの教会がエペソ教会のようなタイプなのか、真理でよく見分けてみますように。かといってあの教会だなと裁かないで、もしかして皆さんの使えている教会にはエペソ教会のような姿はないのか、また皆さん自身にはそんな姿はないのかを顧みる恵み深い時間になりますように。まず主はエペソ教会に称賛にあたる御言葉をくださいます。2、3節、私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪い者たちを我慢することができず、悪い者たちを我慢することができなかったこと。うちの教会もそうすべきなのに我慢しているからとてももどかしいのです。神様のお言葉を伝えてもずっと聞き従わない人がいるから、教会のリバイバルが止まってしまうのです。これからカナン聖殿に入るためには神様との間に隔ての壁があってはいけないと繰り返し言っているのに、教会のためを思うのではなくて自分の利益を追い求めて教会内で問題を起こしたりするから、どれほどもどかしいでしょうか。これ以上隔ての壁があってはいけないのです。カナン聖殿に入るのにサタンに妨げられないために、悪い者たちを我慢することができず、人と自称しているが実はそうでない者たちを試してその偽りを見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れたことがなかったと書かれています。第一、真理の道理に行おうと労苦して忍耐したと言われます。エペソ教会の牧者と生徒たちは真理でないものを一つ一つ捨てながら御言葉の中で生きていくために努力しました。皆さんの一人一人はどうでしょう。そのように信仰生活をしているでしょう。御言葉を調べてみると、しなさい、してはいけない、守りなさい、捨てなさいと大きく4つあります。聖書を読むとしなさいとあります。何をですか。伝道しなさい、祈りなさいなどたくさんあります。それらはすればいいのです。そしてしてはならない。聖書に
盗んではならない、勧誘してはならないなど、してはいけないことがたくさんあります。憎んではならない、裁いてはならない、妬んではならない、つぶやいてはならない、勧誘してはならないなどたくさんありますね。それらはしてはいけないのです。それがどうして難しいでしょうか。とても優しいでしょう。御言葉通りに生きることはとても優しいのです。してはいけないことはしないで、すべきことはして、そして守るべきことは守って、戒めを守りなさい、安息日を守りなさいなど、どれほど優しいでしょうか。運転する人が心が正しければ交通法規をちゃんと守るでしょう。覚えた通りに守ればどれほどいいでしょうか。警察の目を気にしなくてもいいし、監視カメラがあるのではないかとキョロキョロしなくてもいいし、安全運転できるし、事故にいつも遭うでしょうか。人生に一度か二度あっても問題なのではありませんか。だからいつも安全運転して交通法規を守ればいいのに、守らないからミスして事故を起こすのです。御言葉に守りなさいとあれば守ればいいのです。国の方も守らなければならないのです。大きくても小さくても守りなさいと私が強調しても、歳月が経てば守らなかったことが出てきて、それによって問題が起こるのです。そして捨てなさいとあれば捨てればいいじゃないですか。捨てるべきだから神様が捨てなさいと言われたでしょう。罪と戦って血を流すまで抵抗しなさいと、ヘブル書にある通りにそうやって捨てるのです。罪は、悪はどんな悪でも避けなさいとある通りに避ければどれほどいいでしょうか。このように御言葉通りに行えば、結局は御霊の歩みに入るし、主に似たものになって神様に愛されて、我が愛する子よと言われるのではありませんか。御言葉通りに捨てて、しないで、守って、するとき、父なる神様に我が愛する子よと言われるのです。このように大きく4つあります。そしてこのそれぞれにあたる御言葉が聖書のあちこちに出ています。ところでこのような真理の御言葉の通りに行おうとすると、労苦と忍耐が伴います。ヘブル 12-4 に、あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありませんとあり、罪と戦って捨てるためには血を流すまで罪と抵抗して戦わなければならないことを言われています。私がいつも心配している主のしもべ、そして長老、働き人がいます。いつも心遣いの対象になる人たちがいるのです。御霊が埋めかれるのです。それなのにその人たちは同会長にとても愛されているかのように言っているのです。だから私は皆さんに騙されてはいけないというのです。ただ神様、主、この真理の御言葉を信じて、誰が何と言ってもそれに惑わされたり騙されてはいけないというのです。そして同会長の名前を借りる人を決して信じてはいけません。そんな人は同会長の名前を借りてお金を集めたりいろいろするのです。また同会長に愛されているかのように見せかけて、先生が自分に愛している、認めていると言ったとかいう人は信じてはいけません。前も1998年、99年にもそんなことがあって、私が彼らのことでひどく悲しんだことを周りの人
人は知っています。それなのに彼らは同会長にとても愛されているかのように言って生徒を惑わしたのです。その時も私は講談でいつも言ったでしょう。神様主の他には一切信じてはいけないと。また自分が同会長をすごく愛しているという人の話を信じてはいけない。その人が教会で頭でも信じてはいけないと何度も言ったし、皆さんも覚えていると思います。それでも信じて惑わされる人がいました。今も同じです。いつ自分の利益を追い求めて変わってしまうかわからないのです。御霊の歩みに入ろうと熱心だった人がある瞬間惑わされて世に目を向けてしまうのをよく見るのです。まだ肉が残っていればある瞬間惑わされて再び肉に陥って戻ってしまうのを見るのです。罪と抵抗して戦わなければならないのです。第一コリント4の2には、この場合管理者には忠実であることが要求されますとあり、黙示録2の10には死に至るまで忠実でありなさいとあります。このように心の中にある罪と悪を脱ぎ捨てるために血を流すまで戦って、また委ねられた使命を完全に果たすためには当然労苦が伴うようになり、このように労苦してみると忍耐も伴うようになります。それなら皆さんも果たしてエベソ教会のように主から称賛されるほど罪を捨てて使命を果たすために労苦して耐え忍んだでしょうか。皆さん自身が見て、私はこれくらいはやったと満足してはいけません。第2コリント10の18に、自分で自分を推薦する人でなく主に推薦される人こそ受け入れられる人ですとあるように、主から認められて推薦される人にならなければなりません。かといって推薦される目的で罪を捨てて忠実でありなさいという意味ではなく、皆さんが主から受けた命令を皆行った後であっても、かえってなすべきことをしただけですと告白できる役に立たないしもべの心にならなければならないのです。自分がリバイバルさせたという人がいますが、そうでしょうか。ただ神様が、主が働いてくださって、また生徒全体の熱心と忠実と伝道と祈りなど全てが働いてリバイバルしたのに、自分が来たからリバイバルしたというのですか。こう言うとある人は、いや前もこれくらいの生徒はいた、途中でちょっと減ったけどまた増えただけだと言うんです。役に立たないしもべの心になってこそ、まことに主の推薦される教会と生徒たちになれるのです。エペソ教会は主の御前にこのように称賛されるほど真理を行うために労苦して忍耐したので、主はこのような教会に向かって、私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っていると言われて、彼らの労苦と忍耐を称賛しておられるのです。第2に、主はエペソ教会にあなたが悪い者たちを我慢することができなかったことを称賛されました。ある人たちは真理を間違って理解して、教会は愛を実践するどころだから罪を犯してもただ我慢すべきではないかと考えたりもします。しかし誠の愛を持っている親は、家庭で子どもが罪を犯して脱線すると、それをただ許して我慢するではなく、かえってお仕置きをしてでも正そうとします。これは主にあっても同じです。もちろん主にあっては7度70倍するまで許して、何としてでも我慢して耐え忍んで相手が死にに変えられることを待たなければなりません。かといってこれは明らかに相手が死へ向かっていることを知りながらもそのまま放っておきなさいという意味では決してありません。
マタイ18の15から17に、またもしあなたの兄弟が罪を犯したなら行って2人だけのところで責めなさい。もし聞き入れたらあなたは兄弟を得たのです。もし聞き入れないなら他に1人か2人を一緒に連れて行きなさい。2人か3人の証人の口によって全ての事実が確認されるためです。それでもなお言うことを聞き入れようとしないなら教会に告げなさい。教会の言うことさえも聞こうとしないなら彼を異邦人か主税人のように扱いなさいとあります。うちの教会でも御言葉に逆らって聞き従わない人がいれば行って責めて、それでも聞き入れなければ話が通じそうな人を行かせて諭して、それでもダメだったら教会に告げなければならないのです。すぐに告げるのではなくて、せめても聞き入れなければ自分より目上の人と一緒に行って諭して、それでもダメだったら教会に告げるのです。つまり教会には元老会があるからそこに告げるのです。そうやって間違っているところは正していかなければならないのです。直さないでそのまま放っておけば腐ってしまうのです。教会に告げなさい。教会の言うことさえも聞こうとしないなら彼を異邦人か主税人のように扱いなさい。相手の過ちを覆ってあげて何としてでも許していただくために努力すべきですが、それにもかかわらず立ち返らず教会の言うことさえも聞こうとしないなら、そんな人は異邦人か主税人のように扱いなさいという意味です。これは愛や憐れみがないからではなく、そんな人をただ我慢してそのまましておくとまかり間違えば他の人たちまで罪に染まっていくので、教会全体に悪影響を与えることがあるからです。うちの中高生のことで私が驚いたことがあります。ある人が悔い改めに来ましたが、講談で賛美も何度かした人です。小学生の時もいつも前に立って賛美していた人ですが、悔い改めに来てその話を聞いてびっくりしたんです。礼拝時間に携帯でゲームをして、金曜徹夜の2部の時間にゲームをしたというのです。教会に来て礼拝を捧げたのではなくて携帯でゲームをしたのです。携帯にそんなゲームが入っているのですか？携帯でゲームができるようになっているのですか？最近は私は何もわからないから携帯でゲームをすると言うんですが、携帯は電話に使うとだけ思っていたのにそれでゲームをするなんて。また最近は携帯で映画も見るそうですね。そうですか？そんなのが出たんですか？それでも悔い改めに来て本当に良かったですが、ではあんなに真面目だった人がどうしてそうなったのでしょうか？世に染まった友達を見て真似をしたからなのです。そうやって染まったのです。一人のせいで二人が染まって、二人が四人になるのです。だんだん染まっていくのです。真理で変えられなければならないのに、反対に悪に染まってだんだんはまっていくのです。そんなことは決してあってはいけないのです。一人が悪い行いをすれば他の人が真似して悪に染まって一緒に滅びの道に行くのです。礼拝時間には霊と誠とによって礼拝すべきなのに、携帯でメールを送ったりもらったりゲームをしたりするなら、その人が主を信じる人でしょうか？全く信じないことで神様の御顔に唾をかけているのです。救いとはほど遠いのです。まさにエペソ教会はこのように悪い者たちを我慢することができず、主はこれについて称賛されたのです。ところがこのような教会が後には主から非難されるようになります。なぜそうなったのでしょうか？これについては次の時間に続いて調べてみます。
愛する生徒の皆さん、神様は第一ペテロ1の16で、私が聖であるからあなた方も聖でなければならないと命じておられます。しかし必ずしもこの命令でなくても、私たちが聖でなければならない確かな理由があります。神様は私たちの罪を贖うために一人子まで渡してくださり、イエス様は私たちのためのなだめの備え物となり、十字架につけられて死なれるまで私たちへの愛を表してくださいました。また聖霊様を私たちの中に使わせてくださり、聖霊様は今も言いようもない深いうめきによって生徒のために代わりに求めておられ、義と真理の中に導いておられます。まさにこのような三位一体の神様の愛を知っているなら、決してこれ以上暗闇の中に生きていてはいけません。また聖なる神様の子供たちが集まる教会もやはり当然真理の清さの中にいなければならないのです。ですから主の体なる教会の中で決して悪を我慢してはいけないのです。どころか今日の現実を見ると、教会の中で悪を行うことがあってもそれを責めたり収めたりするのではなくて、かえって隠して我慢する場合がよくあります。もしかして生徒たちが罪を指摘されると教会を離れてリバイバルに支障を招くのではないかと心配したり、あるいは富と権勢と妥協するので罪を我慢したりするようになるのです。しかし教会の役割とは何でしょうか。救われた神の子供たちがそれ以上罪の中にとどまらず、暗闇から出て真理の中に生きていくように教えることです。ある男女が結婚の祈りを受けるために私のところに来ました。付き合って6年になって、結婚式の日を決めて祈りを受けに来たのです。とても純粋に付き合っていました。6年間何か肉の行いをしたこともなくて、本当に互いに愛しているし、1ヶ月に1回も会えない時があるそうです。神様の働きに熱心で、女性の方が一つお聞きしたいことがありますと言って、何ですかと聞いたら、皆さんに参考になることなので話すのです。先生は主を信じる人と結婚するようにとおっしゃいましたが、それは私ではなくて神様が言われたことです。聖書を読むと主を信じる人と結婚しなさいと記されているのです。私ではなくて神様の言葉なのです。でもそうしないから、それが罠になってどれほど苦しむでしょうか。主を信じない人と結婚して辛い思いをする人をたくさん見ました。もちろん結婚する前は教会にちゃんと通うと約束しても、結婚した後は変わってしまって教会に行かせないで迫害までして、結局奥さんも教会に来られなくなるケースも結構ありました。そうおっしゃいましたが、主を信じる人と結婚しようとしても教会の中ではそんな付き合いの機会がないのに、どうやって相手を探せばいいでしょうかと質問するんです。それで私はこう言いました。若者の皆さん、よく聞いてください。教会は祈って神様に礼拝するところです。聖なる神の宮で祈りの家です。教会の中で恋愛することは当然いけません。予的なことも言ってはいけないと言われたのに、教会の中でしてはいけないでしょう。ならどうすればいいのか。教会の外でしなさい。教会の中では二人きりであったり好きだとか言わないで、外で会えばいいじゃないですか。外で結婚する相手なら教会の外で健全に人に非難されないくらいの清い関係を保ちなさい。結婚するまでは体を要求してはいけません。許してもいけないし、
清く守りなさい。結婚する前は、結婚した後、正式に愛すればどれほどいいでしょうか。愛というものは、心で霊の愛をしなければなりません。体を欲しがって付き合うなら、結局変わってしまうのです。肉の愛は、心で霊の愛をして、そして御言葉通りに結婚した後、体を許す、そんな健全な付き合いならどれほどいいでしょうか。と説明したのです。教会の中では当然いけないのです。教会の中で恋愛したり付き合ったりするなら、教会の秩序が乱れるのです。ここは世ではなくて神の国です。神の国でそんなことが一度起こるとだんだん染まるのです。誰々もそうしたから私もしていいだろうと。すると教会はどうなるでしょうか。神の国と義をまず第一に求めるべき教会で、そんな肉的な付き合いがあったりしていいでしょうか。教会は本当に清くなければならないのです。そして付き合うなら結婚を前提に付き合うべきだし、結婚前は体を要求したり許したりしないで、清く守って霊的に心で愛して、そして結婚したらどれほどいいでしょうか。神様がどれほど喜ばれるでしょうか。罪の中にとどまらず、暗闇から出て真理の中に生きていくように教えることです。一人でも多くの魂を天国に導くことなのです。したがって御心ではなく神の前に罪となり死に向かうことであれば、断固として指摘して教えて立ち返るようにしなければなりません。かといって講壇から御言葉で刺して叩きなさいという意味ではありません。主のしもべの皆さん、講壇から誰かを叩いたり刺す言葉を言っては決していけません。講壇では御言葉を述べ伝えて教えるものであって、誰かを攻撃したり責めることがあってはいけないのです。私が講壇で誰かの名前を挙げることがありますか。褒めるべき人は名前を挙げても、何か罪を指摘したり過ちを指摘するときは名前を挙げないのです。また裏切っていろんな罪を犯して教会を離れた人も、1998年99年に問題を犯した人がたくさんいても、誰一人名前を挙げなかったし、それなのに聖なる講壇で主のしもべが生徒を刺したり叩くようなことを言ったりすることは絶対あってはいけないのです。すると生徒が傷ついて主のしもべに背を向けてしまうのです。ただ裁かれる方は神様お一人なので、私たちはただ御言葉に照らして愛と憐れみの心で進めて励まし、何としてでも真理の中に導かなければならないのです。このようにいつも神様の御心の中で導かれるすべての教会と生徒の皆さんになりますよう、主の皆によって祈ります。聞いたメッセージを覚えながらご一緒に祈りましょう。父なる神様、この時間エペソ教会1回目のメッセージを聞きました。主が7つの教会にくださった御言葉は、現在を生きている私たちにも当てはまる御言葉です。昨日も今日も永遠に同じ神様の言葉を思いながら、自分の信仰を顧みて初めの愛の熱さを持って熱心に走っていくようにしてください。主が憎んでおられることは私たちも憎み、主が愛されることは私たちも愛するようにしてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。映像で用意された道会長先生の癒しの祈りを受けます。具合の悪いところがある方はそのために祈りを受け、心の願いのある方は胸に手を当てて祈りを受けてください。ハレルヤ。全能の父なる神様、この時間祈りを受けるすべての生徒の皆さんに安心してください。 GCN 放送の視聴者とインターネットと映像で祈りを受ける司教会と司聖殿、そして全世界の神の子供たちにも時間と空間を超えて働いてください。
信じられる信仰を与えて否定的な思いと疑いの勢力を退けてください。すべての試練と患難も退けてください。頭からつま先まで五条六腑、骨の節々、神経組織、細胞まで具合の悪いところは精霊の火で焼き尽くして、初めの光で働いてください。イエス・キリストの皆によって命じる。敵である悪魔・サタン、すべての病気、病原菌、患いは裂かれ、光はのじょめ、すべての不治の病、難病も精霊の火で焼き尽くして完全に癒してください。マラリアなど風土病も退けてください。完全になりなさい。風邪、疲れ、熱、インフルエンザなど流行性の病気も下がれ、どんな流行性の病気も入らないように守ってください。胃がん、肺がん、肝臓がん、乳がん、子宮がん、大腸がん、皮膚がんなどあらゆるがんと、エイズ、白血病、脳卒中、高血圧、低血圧、心臓病、肺、胃腸の病気、婦人病、甲状腺疾患など、すべての炎症も完全に癒してください。小児前中部関節炎、ヘルニアも完全になり、腰痛、頭痛、神経痛など、すべての痛みは消え去れ、転換、自閉症、うつ病、躁うつ病、ノイローゼなど、すべての精神疾患も下がれ、すべての麻痺も解けて、立ち上がり、歩き、走れ、目もよく見えるように、耳もよく聞こえるようにしてください。全く見えないものは見えて、聞こえないものは聞こえて、口の聞けないものはものを言いなさい。あらゆる事故の後遺症も完全に癒してください。折れた骨もつけてください。やけども完全に癒してください。熱気も下がれ、熱は下がれ、父なる神様、傷跡も残らないようにしてください。麻薬など薬物と劇物、毒物の中毒も完全に癒してください。死んだ神経と細胞が生き返って、死んだものも生き返るようにしてください。身ごもりの祝福もください。身ごもりの祝福を受けよ。イエス・キリストの皆によって命じる。敵である悪魔・サタン、天の空中の権威を持つ、悪い霊どもよ下がれ、その使い立ちも下がれ。この地上の悪い霊、汚れた霊、偽りと欺きの霊、すべての闇の霊は下がれ、すべての悪い絆を解いて、闇は下がれ、光はのじょめ、父なる神様、主を呼び求める祈りを捧げるようにしてくださり、主によって強くされ清められますように、魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得、家庭も福音化されますように、一週間もすべての事故と災いから守ってくださり、栄えるように祝福してください。聖霊の炎の壁で、主の炎のような御目で、神様の子供たちと家庭と職場、事業の場を守ってください。子どもたちに知恵と悟りを加えて、勉強もできる熱い心を与えてください。心と思いが世に奪われないように守ってくださり、神様は熱く愛される子どもになるよう祝福してください。神様の子どもたちが飲むにも食べるにも何をするにも神様の前に栄光を返すように祝福してください。私は神様を見つけた、体験した、答えを受けた、祝福されたと証しする口になるよう働いてください。父なる神様、感謝いたします。栄光をお受けください。我らの主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。涙の中おら